なちゃん、はい、ごぼうっていろんな人おるやろ。いますね今思いました。そうそうそう、いろんな人おる中で、うん、僕が紹介したいお店の一つ、はい、あ、こんにちは。こんにちは。そう、こちら魚徳さんなんですよ。はい、そう、魚徳さんのお母さんに、うん、はい、ちょっと話聞きたいなと思っているので、うん、はい、お母さんちょっと今時間大丈夫、はいはい、いいですか、はい、少しちょっと何緊張してんの緊張せんでよろしいよお母さんいつもみたいにしてよ下向いちゃってるちょっと車通り多いからね、ちょっとお母さん中でちょっとお話聞けたらと思うので、はい、よろしくお願いします。お願いします。行きましょう、なっちゃん。はい、行きましょうか、うん、はい、なっちゃん、はい、こちら魚徳さんの名物お母ちゃんでございます、うん、はい、もう勝手に名物お母ちゃん言わせてもらってもよろしいですか。いいですお母さん下ばっかり見ないでよいつも僕にあんた頑張ってるやないのって言うてくれるそんな感じで聞いてほしい、はい、いや、お母さんこちらね、魚徳さんね、うん、はい、創業何年ですか。153年くらいになるんちゃうかな。153年ですよ、うん、なっちゃん、うん、私は嫁に来ても昭和45年の3月2日やから、うんうん、45歳すごいな。雪降ってな。雪降ってたやん知らんけど、蜂の記録上がってもう結婚式やな。もう大変やったよ、ほんなら大変や、大変な時に突然できたね。えらいとこやなこんなね、会話もしながらいつもね、魚徳さんにはね、こちらかまぼこをね、はい、そう、いただいたりとか、うん、まあね、お魚ちゃうわ、焼き鳥や焼き鳥もよう焼いてありますけどもね、こちら本町商店街のイベントになるとやっぱり魚徳さん、はい、僕らもお世話になってますからね、うん、はい、お母さん、はい、元気でおってよ。はい、ありがとうございます、ね、はい、ね、マークも皆さんも元気だな。いやいやいや、コロナなもう終わってきたしな、うんうんうん、大変やけどな。大変やけどな、うん、えらい真面目な話になってもらっていや、お母さんね、ほんならまあ何十年か前にね、嫁いで来られて、うん、うん、最初は見ず知らずの、知らずね、うん、そうやな、23で来たからな。あ、お母さん23でこっちに来たの、うん、で77今。ちょっと待って、なっちゃんと同い年今の私や、ここに来たんやめちゃめちゃ嫌そうやえ、お母さんあのね、知らん土地に来てね、うん、今こうやってね、いろんなお友達もおるやろし、はい、お母ちゃんって声かけられるまで、はい、うん、これ どうやった。いろいろ楽しいこともあったし、やっぱし、うん、いろんな、うん、商売してたら大変です。まあ商売してたら、はい、うんうんうん、でも、まあ、かわいい、ま、孫いてるさ、そうやね、お孫さんもね、はい、いてて、もうお孫さんも今日は来ていただいてますのでいや、お母さん、はい、このごぼう、この本町商店街、うんうん、今、まあ昔だったらほんまに150余分チェックぐらいあったの違うかな、商店街。あ、昔は140件ぐらいあった、うん、うんうん、千住堂もあったしね、だから今は60件ぐらいから、ちょっとわからないけど、しゅうちゃんに聞かないわからない、はい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 、ほとんど減ってますね。あ、この辺もすごかったよ、銀座みたいにもうこの辺も12月になったらすごいもう湧いて、うん、あ、そうやね、大きいスーパーとか昔はなかったもんね、はい、なかった、ジャスコとか大きくやっぱし行ってしまったから、ね、はい、もうこの本町商店街がごぼうの台所みたいな。そうですね、大変だったけど、このぐらい今の若い子大変やと思う。あ、はい、今の若い方々一生懸命やってくれてるからやけど、本当に、うんうん、でもそのね、お母さんがね、今までここで生活されてきてる中で、はいはいはい、うん、ごぼうで言うたらこれを見てね、はい、移り住もうかな思う人もいてくるかもしれないんですよ。ごぼうに移り住もうかなと思ってくれる人もおるかもしれない。みんな人情あるん違うかな。人情が、はい、うん、荷物持ったりやっぱりいろいろ親切とか優しいとか思いやりあると思うんですけど、うん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 、でもその人情がね、もうお母さんのその笑顔からいやいやいや、そんなことない、そんな否定せんでもよしそう、今の笑顔やんか、お母ちゃんお母ちゃん今の笑顔がいい、それが素敵なんよ。ありがとうございます。いやいや、もう僕らもね、この笑顔に救われてるってことだいぶありますからね、はい、はい、いつも声かけてもらって、はい、あんた元気か、うん、いや、お母ちゃんも元気か言うてね、うん、このキャッチボールがお母ちゃん大事やね、はい、うん、それな、うん、それ商店街にあるからな、あるの、そうな、うん、そう、そうそうそう、だ今日も衣装を合わせてもらってね見ないじゃないよ。見てる人分からへん。見てる人分からへんからもう。
テレビ見てる人にも、うん、ウォトクさんのかまぼこ美味しいよって伝えたいので、はいうん、ちょっとかまぼこ食べさせてほしいな。早速早速これとお箸、トモ君お箸ちょうだい。お箸ね、うん、まあ一生懸命ね準備していただいてます、はい、てます。お箸これやろ。お箸ね、何かあったら、え、どうだろう。そうやね、すごいですね。揚げかまぼこ、揚げかまぼこ、そう今ご用意していただいてるのは揚げ かまぼこ揚げかまぼこですね。すごいたくさん種類入ってるんですね。いや、ウォトクさんのはね、いろんな種類のかまぼこがあるんで。そう、はい、お箸。あ、ありがとう。あ、明治5年よ、こ。あ、いいよいいよ、何でもいいよ。あ、明治5年ね。明治5年って、うんうんうん、はい、ということでこちらね、ウォトクさんの揚げかまぼこでございます。はい、こちらね、コーンと紅生姜、はいはいはい、普通の天ぷら、普通の天ぷらとね、はい、そう、ご用意いただきました。手作りやからね、手作りやもんね、はい、お母さんね。ちょっと格好悪いけどな。そう、いやいや、格好全然いいよ。そう、うん、美味しそう。これでも、このままでいただいていいですね。はい、はい、それではいただきます。はい、はい、うん、何やろう、これ。美味しいかまぼこでございます。これお母さん醤油つけても美味しいね。醤油いる？いや、いい。大丈夫大丈夫、そのままの素材でも美味しいんやけども、うん、醤油あったらもっとお母さん聞いてる。お母さん聞いてよ。すごい美味しいです。美味しいですか、うん、なんかね、もうこれ、あ、もうほんまにね、この今回ごぼう編、うん、もうこれこれっていうのが多すぎてるんですけど、ほんまにこれです。そうですね、うん、いつもこう日常にある。そう、うん、なっちゃんもいただいてください。はい、私生姜大好きなんで、うん、生姜いただいてもいいですか。あ、いただいてください。おいしそう、うん、いただきます。うん、うん、おいしい、うん、生姜がいいアクセントですね、うん、そうね。でもそんなにその生姜が主張しすぎてるわけではなくて、うん、このウォトクさんならではのこの揚げかまぼこに、うん、本来の揚げかまぼこにこうアクセントとして入ってるのが最高です、うん、で揚げてるんやけども、うんうん、あっさりしてるの。してます、うん、ね、うん、なん、油なんで、うん、そう、ノンオイルのあれカロリーの少ない油使ってる。そうやね、はいはいはい、食べたら分かる、今の、うん、はい、うん、食べやすい、女性も食べやすい。そう、そうそうそう、うん、だからもうちっちゃい子からね、うん、うん、お年寄りの方まで、うん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 、もう何もでもパク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 、パク、そうそういける感じで、はい、はい、ありがとう、優しい、この優しさはね、このウォトクさんの名物おばちゃんなんです。ありがとう。これどこ吹いたらいいやつかな、これ。これどこ吹いたらいいのか、お口吹くだけ、お口吹いたらいいね。あんま、えらいエンジンかかってきてよ、お母ちゃん。最初で違う。いや、お母さん、揚げかまぼこ美味しかったよ、うん、はい、美味しかったです。これまたちょうだいね。はい、また使ってください。はい、うん、いただきます、はい、ありがとうございます、はいはい、ありがとうございます。いや、ほんでね、お母ちゃん、はい、この僕らの番組って、はい、皆さんの住んでるところの良いところ、はい、それをちょっと聞いてて、はい、うん、お母さんのが思う、お母さんが思うこのごぼう市の良いところってこういうとこやでっていうのをみんなにちょっと伝えたいなと思ってて。なるほど、うん、うん、みんな、そうやな、思いやりとか、優しさは一緒やと思うけど、うんうんうん、あの小さいことでもやっぱり近所とか何かあったら飛んでいったり、そういうつながり、うんうんうん、で年寄り行ってたらやっぱり歩いてたら助けてあげたり、はいはいはい、そういう商店街の人が多いと思います、うん、はい、午後の人みんなそうと思いますけど、やっぱり、ね、うん、話し合いとか地域的にやっぱしな、うん、だからやっぱり思いやり優しさ、うん、本当の気持ち、心のあれの、うん、な、うん、心に力になってあげてくれる人がいっぱいいてたらいいのになとか思うけど、うん、自分だけじゃなくて、うん、はい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 、いやでもその発信人がお母ちゃんやと僕は思ってます。そんなことない、そんなことない、商店街にいっぱいいてますよ。あ、ほんまに、はいはい、なのでお母ちゃんからそういうね、人の思いやりというのが今の言葉が伝わって、はいはい、それがまた他の人に伝わって ね、 そ う、 ね、はいはい、そういう輪が広がって、はいはい、ね、ごぼうがあったかい街になってる、発展してくれたらありがたい。そうですね、はいはい、うん、はい、ありがとうございます、お母さん、今日お時間いただいてありがとうございました。ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございました。応援してよ、はい、
頑張って、はい、頑張ります。頑張ってるらいっぱい頑張ってるよすごいわらよ、いやいや頑張2人でなあ、うん、な頑張りますもん、頑張ります若い子でええや、うん、何を言うてねえんだじゃあ僕らぶなっちゃん行きましょう行きましょうか、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。 ありがとうお母ちゃん後でもらうよ、ちょっと先行ってくるわ。1個だけ、1個だけ待って、お母ちゃん先行ってくるな。だからパパンお母ちゃん待ってます、ね、お母ちゃん、はい、OK 言うてからお母ちゃん